はい、山田でございます。メンズエステについてお話しさせていただいております。まあ、最近の中で一番伝えたかったやつっていうのは、あの、市場についてっていうやつなんですけどね。全然あれはあんまり再生されないですな。あれが一番伝えたいところなんですけどね。メンズエステの市場はこれから伸びるんですよっていう内容をわかりやすく喋ってるんですけど、自分の中では。うん。で、やっぱお仕事探してる方たちね、えー、拡大市場の業界で、 働いた方がいいわけだし。えー、それをすごくわかりやすく説明しているんですけども、てん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 。紙パンツ履く履かないみたいな話なんか、僕の中ではどっちでもいい話で、<laughs> そういうのばっかり再生されちゃってね。もうまあ、お仕事探してる方があんま聞いてないのかね。もうちょっと宣伝しますかね。せっかくこうやってメンズエステの、メンズエステ セラピスト人口を増やそうとしてる活動をしてるわけだからお、これ、いいことですけどね。業界としては、うん。こういう活動を皆さんしたらいいと思いますけどね。それぞれがすれば、もっと増えるからね。それぞれのお店がこうやって YouTube とか、まあ、YouTube だけじゃないですけど、ブログだったり、まあ、なんか Twitter とかでもやってるんでしょうかね。あの、そういうので、 人口自体が増えればね、メンズエステのセラピストさんをやる人口自体が増えれば、やっぱりいい人材も増えてくるでしょうからね。あのー、いい業界になっていくと思うんですけどね。うん、よりね。ということで、あ何の話しようとしたか忘れちゃいましたな。あそう、だから市場性があるんですよ。 うん、あの回のやつまたちょっとね、概要欄に貼り付けておきますので聞いてくださいな。あの、たまたま聞いた、えー、セラピストさんやりたい方ね。えー、そういう方たちのために話してますから。でもあの市場の話は、メンズエストをやりたい、ビジネスオーナーというかね、えー、の方にもいいかもしれませんな。それこそ女性オーナーとしてね。 活躍したい方も聞いたらいいと思いますけど、まだまだ市場はありますから、伸びる拡大、<laughs> 拡大傾向にある業界ですからね、ぜ、え、ひ、ー、やってほしいですな。うん、正しい面絶しやってほしいですけどね。まあ、もう、口酸っぱくして言ってますけど、風俗化した面絶してをやる意味はないですからね、もはや。正しい、えー、本当の、えー、ちゃんとした癒しの、えー 業界癒しを追求するような、優しさの追求ができるような、えー、お店であれば、どんどんあの作っていただいてもいいと思いますよ。うん。で、真の癒しを研究して、追求して、提供していくというね。えー、それがやっぱ経済発展につながると思うんですよね。なので、 僕,らが僕なんかが最初やったっていうのはそ、そこもあってね、やっぱり疲れてる男性が多いと、それはちょっと、市場についての動画を、音声を聞いていただければと思うんで、喋りませんけども。 今は経済状態がね、右肩下がりの中でも仕事しなきゃいけないから疲れてると。疲れてる方たちが多いと。で、我々が癒して差し上げることによって、仕事はやっぱ頑張れるんですよね。よっしゃ、でも頑張らなきゃなっていう気になっていただける。それが経済発展になる、つながるじゃないですか。要はもうぐったりとした営業マンがね、えー、どうしようかな、新規開拓しようかな、でも今日もめんどくせえからやめとこうかなっていうような、 方たちをね、元気づけて、勇気づけてね、癒せ、癒して、えー、差し上げることができれば、よっしゃ、じゃあ今日ももう一件、もう一件行ってみようっていうことで、やっぱり、あの、経済が良くなるんじゃないですか経済が回るんじゃないですかうん。と考えたら、まあ営業だけではないですけどね。 研究者の方だっていらっしゃるし、えー、え、ね、ドクターとか医療業界の業界の方も来ますけど、いらっしゃいますけど、やっぱみんな疲れてるんですよ。みんな癒されに来るから。その中で、えー、僕らメンズエステ1がね、メンズエステのセラピストさんが、えー、真剣に、き献身的に、えー、癒して差し上げることによって、えー、その方のお仕事、ビジネスが、えー、うまく回るとしたならばね、やっぱり日本のためになるじゃないですか。 ね医、医学やられてる方です。<laughs> お客様だったら、<laughs> 医学の発展になるだろうしね。うん、もういろんなやっぱり分野の方いらっしゃいますからね。あ本当に。そしたらその方たちを元気、元気にすることによって、えー、まあ、巡り巡って自分に帰ってくるというかね。うん、研究者の方とかもいますよ。あの、実際の、 えー、まあまああんまりでも詳しいこと言っちゃいよあれ、あれですな。うん。だからね、社会貢献になるんです、僕らは。だから僕はね、社会貢献になると思って、えー、完全に思ってますから、これだけ頑張れるし、これだけ、あのー、何、人様に、えー、まだ会ったこともない第三者の方に、いい仕事だっていうことが言えるんですよね。うん、社会貢献 をしているようなものだと思ってますからね。うん。人を元気にする。癒して差し上げる。ね。えー、これだけ、あのーな、価値のある仕事はないと思いますけどね。まあ、あるけど。他にもあるで、あるでしょうけど。うん。なのでね、あのー、来年い、2019年にマジでね、メンズエステのセラピストっていう職業を考えてみてください。 うん、2019年。まだまだメンズでして元年はまだこれから先ですよ。うん、これから始まるんだから、この業界は。これからあの広がっていくね、えー、確立していく、えー、君臨していく、君臨って言ったらちょっとイメージが違うな、うん、業界ですから、えー、皆さんそれの第一期生になりましょうよって話をしてるんですね。うん 今までの助走段階ありまましたよ今まで、えー、10年ぐらい、えー、はメンズエステが作り上げられていった時期、ねあのー、うっすらと出来上がりつつあった時期っていうんですかね、えー、それが、あのー、これから2010年とかねあ2020年かうぐらいにようやく形になってこれから流行っていくんですから。 これから正しいメンズエステが世界、日本中に広がっていくわけですから、まあ今まで、今やってる、正しいメンズエステやってる、あのお店もありますからね、それがどうなんだよって話をちょっと置いといて、そういうお店が、えー、コピーされていき、広がっていくっていうね、えー、モデルとして、そういう今までやってきた、まあうちもそうですけどね、えー、ブリエルムみたいな、正しいメンズエステやってるお店がモデルになっていき、 えー、うちだけじゃないよ、もちろん、えー、各地にあるでしょう、そういったお店が、えー、どんどん、どんどんそういうコンセプト、えー、真剣に優しさで癒して差し上げて、えー、人様を元気にするという、えー、のが広がっていあのお店が広がっていく前のタイミングでございますのでぜひやってください、それこそあの中心のセラピストさんになれるし。 ね、あなたがオーナーになってもいいんだし、ね、あの、正しいメンズレステーションで修行を積んで、2019年1年間修行を積んで、あなたがオーナーになって2020年からね、立ち上げてやってもいいんですから。まだまだチャンスはありますよ。うん。これからね、えー、業界を支える、えー、リーダーセラピストにね、あなたがなるタイミングですから、 ぜひね、そのお力をお借りしたいし、えー、一緒に、えー、癒しのなんか、ね、業界というか、えー、輪を広げていきたいっすなうん、マジで思ってます。うん間違ったメンゼースも、たくさんありますからね、えー、でもそういうようなところはやっぱり、あの <laughs> 衰退していくと思うしね。うんで、正しいメンしてスやってる。 ようなお店だったり、これから生まれる正しいメンズエステ店が、えー、反映していくと思ってますのでね。えー、ぜひ、えー、2019年メンズエステのセラピストさんとしてね、えー、デビューしていただきたいと思っております、えー。これ聞いた方、あなたのこと、あなたのことを思って話してますよ。会ったことないけど。たった一人あなたが気づいて、 メンズエステそして正しい、えー、やり方、えー、やって、あのー、リーダーセラピストさんになることを想像してお話しさせていただいておりますちょっと下手くそだけど上げちゃいます今日もうこの動画音声